パロス岬沖海戦は1938年3月5日から6日の夜にカルタヘナ近くのパロス岬東方沖70マイルで戦われたスペイン内戦中最大の海戦である。パロス岬沖海戦スペイン内戦中、スペイン海軍の戦力は人民戦線側と反乱軍側とでほぼ二分されていた。駆逐艦の数は人民戦線側が多かったものの、 反乱軍側は、従順洋艦カナリアスとバレアレスの2隻の新鋭艦を手に入れていた。1938年3月5日、イタリアからの戦乱を護衛するため、反乱軍の従順洋艦2隻は、軽巡洋艦アルミランテセルベイラと3隻の駆逐艦を伴ってパルマデマヨルカから出撃した。このうち、駆逐艦はその日の夜に基地に引き返した。同日、 人民戦線側の軽巡洋艦リベルター、メンデスヌネス、駆逐艦5隻もカルタヘナを出撃していた。5日夜、両艦隊が偶然遭遇し、戦闘となった。政府軍側の駆逐艦は魚雷を発射したが外れ、両艦隊はすれ違って、一旦離れた。人民戦線側のルイス・ゴンサレスで怯えた少将は、夜明けまで待とうとしたが、反乱軍側のマヌエル・ビエルナ中将は艦隊を、 反転させ、敵を追跡した。6日2時15分頃両艦隊は、再び出会った。両軍の巡洋艦は、約5キロメートルの距離で砲戦を開始したが、野戦の経験不足から有効弾を与えることは、できなかった。巡洋艦同士の戦闘中、政府軍側の駆逐艦が接近し、約3キロメートルの距離で魚雷を発射した。デパンとサンチェス・バルカイステウギー。 アルミランテ・アンティキオラの3隻から12本の魚雷が発射され、そのうちの2本内し3本がバレアレスに命中した。バレアレスは数分で沈没した。バレアレスの乗員765名のうち372名が主にイギリス海軍の艦艇によって救助された。ビエルナ中将は戦死した。人民戦線側が勝利したこの海戦も 陸上での戦闘にはほとんど影響は与えず、7月のエブロ川の戦いは人民戦線側にとって悲惨な結果に終わった。ありがとうございます。